はい、おはようございます。今日ね、このほぼいいの淡路島から来ました。いい方々だと、このようにね、いい色してますね。っていうより、これまだ池なんですよ。まだね、身が固まってないの。淡路、これ知り合いが来たんだけども、こういう状態。ここがだいぶ閉まってきたかな。だからこう、それでもまだね、こっちの方が柔らかい。だからもうこっちがだいぶもう硬直したね。動かないでしょ。こっちだと、まあ、もうだいぶ動かない。だからこれはね、まだ柔らかい状態。もう早速ね、このいい状態なんで、こいつを刺身でね、行きたいです。で、この辺は今日ね、酒蒸しで美味しいのとかっていう注文が入ってたんで、これをね、お届けしようかなと思ってます。まあ、綺麗ですね。うん、ほうぼうのこうヘラあって、ここがこうなってるでしょ。この3本、これまあ言うなれば、人間で言えば手ですよね。これ触覚なんですよ。このこいつで地面の中にいる、砂の中に、砂地にあるやつをこう、そうセンサーにこう触ったりなんだかんだしながら、捕食するらしいんで、これが結構このホウボウにとっては大切で、だからこうエラと分かれてるんですよ。こうこれで地面を掘ったりして、まあ、掘るっていうより穴、差し込むんだろうね。ゴカイとかなんかがいれば食べると。まあ、すごいですよね。もうね、手を使う。道具を使うね。自分の手を使うとね。すごい。で、硬いです。太いんですよ、この部分が。こっちとは違う。明らかに違ってるんですよ。まあ、これね、ここも、こうあって。これが、これ胸びれでしょ？胸びれがあって、こう、エラがあって、ここ。これがこうなってる。手のように。これが、砂地でこう、こんな感じでごちゃごちゃ動かして、中に砂浜に埋まってる餌を探すと。ね。こんな感じなんですよ。以上です。それではまた明日。以上です。